なんかマップがかっこいいな。復刻イベント、騎兵とハンターが始まりましたね。早速やっていきましょう。このイベントが開催された当時は、僕はまだ、このゲームをやっていなかったので、初プレイになります。ステージの最初にセリフが出るんですね。イベントっぽいです。このイベントは、サービス開始初期の頃にやっていたものらしく、最近のイベントより、難易度は低いみたいですね。攻略、というほどのものでもないと思うので、散歩気分で行きましょうか。この最初のステージは、推奨レベルが1になっています。このステージはいきなり、イベントキャラのグラミが配置されていますね。グラミは、撃破型戦法ですけど、スキルで防御力が上がるんですね。撃破型なら、普通は、攻撃力が欲しいところですが、防御力が上がるとは、果たして。先日の危機契約が終わってから、中1日で、次のイベントが来ましたね。虚無期間が長いと退屈ですけど、連日だと辛いので、ちょうどいいくらいでした。イベントに合わせて、スカジのピックアップが来ていましたけど、同時に、全く関係なさそうな新キャラも来ていましたね。特に、ビーズワックスは、高台で防御力が高いという、使いどころはありそうな、代わり種です。ネタ的にも、確保しておきたいです。一応、新キャラ2枚抜きに期待して、10連を1回引きました。さすがに2キャラともは出ませんでしたけど、欲しかった方のビーズワックスは出たので、これで撤退します。さて、このステージは、ただ、縦にキャラを並べているだけです。推奨レベルより高いですし、特に苦戦とかはないですね。ただ、野党は最後まで耐えられなかったので、ランセットを添えておきました。推奨レベル1の敵にも倒されてしまうなんて。グラにはブロック数が1ですけど、それでも抜かれずに、倒せていますね。最近のイベントに比べれば、難易度は低いですけど、逆に言えば、初心者でもやりやすいですね。僕も、どこまで低レアでいけるかに挑戦するのも、たまにはいいかな、と思います。続いて、GT の2です。メンバーは、さっきと大体一緒ですが、野党は置いてきた。正直、この戦いには、ついてこれそうにない。なんか、アシッド虫がいますね。危機契約の肝抗原に出てきた防御を下げる虫ですけど、初期のイベントからいたんですね。知らなかったです。とりあえず青ゲート付近にいて邪魔なので狙撃で倒しておきます。道の途中が狭くなってて、敵はみんなここを通りますよとなっているので、素直にそこを塞ぐように重装を置きます。これでブロックした敵に狙撃と術師の攻撃が当たりますね。範囲術師も置きましたけど、12F だと攻撃範囲が狭くて当たりませんね。全然関係ないんですけど、グリンの後ろ姿がハゲ頭に見えるというネタを見てから、そうにしか見えなくなってしまいました。もうちょっと神っぽくアップデートしてください。このステージの敵情報を見ると、凶悪伐採者とかドローンとか載ってるんですけど、このステージに出てこないんですよね。敵情報リストは自動じゃなくて一つ一つ設定しているんですかね。 12F が動きました。敵が多くてブロックを超えた時だけ動いてくれてます。アシッド虫に防御を下げられてますね。頭の上に青いマークが出ていますが、狙撃の上にもまだ残っていますね。この防御ダウンって数秒とかじゃなくて実質的に永続なんですかね。一発食らっただけでずっと下がり続けるのはちょっと立ちが悪いですね。続いて、GT の3です。このステージをクリアすると、グラミが使えるようになりますね。お、ステージに、いきなりスカジがいますね。ストーリーで、スカジが、すごく強い扱いされていますけど、使っている感じだと、大げさだな、と思っています。さて、このステージは、スカジのいるラインと、その隣を、上から来るラインと、右下から来るラインの3つですね。スカジは任せっぱなしだと最後に倒されてしまいますので、待機中の敵を攻撃するように上の高台にグリンを置きました。あるいは下に医療を置く手もあると思います。右下からのルートが敵が多くて強いので、そこにキャラを多めに配置しています。
標地点に到着します。ここだよ。真ん中から斧持ちが出てきました。ここから出るのは全て右をぐるっと回ってくるので、右下を厚めにしてまとめて受けます。このステージ、ここに穴が開いています。ここに引っ張りを置いて斧持ちを落とせるか一応試してみましたが、スキルランク7ではやっぱり落ちませんでした。穴は無視して良さそうです。左上の敵の中にも斧持ちが混じっています。これを事前にグリーンで攻撃しておきます。真ん中から出てきた火炎瓶にグリーンが攻撃されています。回復がないので倒されてしまいましたが、斧持ちの HP を減らせました。あとはスカジのスキルを使えば倒せます。残りは右下に流れ込んできます。敵の攻撃が激しくなってきましたね。敵の数が多いと範囲攻撃がいいですね。最後は GT の4です。どこまでこういう編成でいけるでしょうか。まあクルースが強い説もありますが、回復が届かない場所の狙撃を最初に置きました。このステージにも腐食した地面っていう防御力が半分になるマスがあるんですね。イベントウルサスの子供たちに出てきたやつで、それが初出かと思っていましたが全然違ったようです。コストが低いおかげで重装が間に合っていますが、間に合わない場合は先方を入れてください。左ルートにも敵が出てきましたのでグリーンを置きます。盾役も置けば左はそれで大丈夫です。星に編成を使ってて改めて思いましたけど、星2には前衛がいないんですよね。左は前衛と医療という組み合わせもあるかなと思います。 12F を前方の高台に置きました。待機中の敵を攻撃するというのがもちろんありますが、 12F は物理回避 50% がついているので、それにも期待しているという面もあります。上の敵が動き出すと一気に撃たれるので、医療のスキルを使っておきます。さてここまでは星にメイン運用でも来れました。この先はどこまで行けるでしょうか。雇う？誰でしたっけ？ご視聴ありがとうございました。